俺の生き方、俺のプライド、絶対に曲げねえと心に思ってる。誓ってる、品がねえとか言われても、俺の心は一心一体、一生懸命全身全霊。否定されても別に構わねえ。暗いところからまた初めの一歩切り開いていくだけ。まだチュートリアルは終わったばっかり。ここから一強時代作り上げていく。俺は何を言われても構わない。曲げない。誇りを持ち、ずっと立ってるこのステージ上。当たり前、みんな蝶のように羽ばたいてる。俺は羽ばたけなくても羽ばたく。必ず瞬きもせず、このピート上導火線火をつける。大丈夫、あんたに気をつけることはない。だって俺程よくラップしてる。一小節無駄にしねえからよ。みんなにどう見られたいかじゃない、みんなをどう見せたいかの問題だろ。因勝負をするわけじゃねえだろ。俺らは因の勝負をしてるわけじゃない。いい勝負をしたいんだよ、言うの。さあ当たり目、印象を深く深くみんなに問い続ける。これがいい勝負ならばな、いい気分になるだろ。見てる側も、そしてやってる側もいい気分になるはず。セブンじゃねえぞ。